これはマイマハの YZR500 というやつで、レーシング仕様になっていますね。で、これはロータリーディスクバルブ時代の長乗りだったエンジンの傾け方を60度、クランク室リードバルブに合わせ70度に最大し、周辺スペースの最適化を行う。また、下着前軸の気筒部分のエクゾートパイプをエンジン下でクロスさせ、右後方へ取り回せるレイアウトに変更。それに合わせて、右側の口を振り、曲面した左右非対称リアアームを採用した。このほか、第12歳イギリス GP で初めてカーボンディスクブレーキを設定し、WLEが GP500 初優勝を果たした。このシーズン、ローソンが通称7勝を続けて3度目のタイトルを獲得。ケイマギーレイニーも各1勝以上記録し、ヤマハは3年連続5度目の、メーカータイトルを獲得した。で、それがこの YZR500 というヤマハのね、1988年で出た、車ですね。なかなかこれもね、特徴的で、まあ面白いね、車に仕上がってるんではないかなと思います。なかなかバイクのミニカーってのもあんまりないので、そういう点では、これのも非常に貴重なミニカーではないかなというふうに思います。どうもありがとうございます。